side, she's paranoid, but still she don't know why, yeah. But still she don't know why, yeah. It's fire, yeah. I know it burns inside, it's your decision, but still you make your mind, it makes it you're gonna pass that aggression. We've been inside, been invested. How did I come to impress your? Supposedly bad.
Every time you look at me that way, a mí me gusta all the things you need. Every day, a mí me gusta en cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like, yeah, yeah, yeah. It's just what I like, yeah. A mí me gusta la mujer when they shake that, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they want, they go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Ponte creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga, su amiga, su amiga, su amiga. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone hiperactiva. Hace las cosas y no la pillan, ya, 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 ya. De todo tú di, de qué forma y de cómo yo escojo. Todas esas tú las volverías. Mi alma gemela, los dos somos adictos. A mí me gusta la mujer when they shake their yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta.今日のアンフィールドはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。さあシーズンが開幕します。オープニングゲームとなるこのカード、リバプールがリバプールと戦います。両チームはどちらもこのリーグに挑戦するのは初めてでしたね。開幕戦の内容によっては新たなライバル関係が生まれる予感がします。見応えのある試合を期待できそうですね。ジョッタ、ジョッタ、さあリードできるか。入った、先制点。早くもスコアに動きがありました。映像が来ました。細かくボールをつなぎディフェンスを崩していきます。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。ヴィルヒル・ファンダイク、ここで勢いが止まってしまいました。パスをつないできましたがここで奪われました。ファビーニョ、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。ロベルト・フィルミーノ、このパスは読んでいました。さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。ワイナルドゥム、リバプールボールをうまく動かしてチャンスを狙います。シュートのチャンスだ。このゴールでリバプールのリードは2点に広がりました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。サイドチェンジしました。リバプールパスをつなげない。モハメド・サラー、ディオゴ・ジョッタ、ディフェンダーのインターセプト。ファビーニョ、ゴールの予感のある形になってきました。リバプール、ここはパスをつないでいきます。ジョッタ、このパスはカットされました。
ディオゴ・ジョッタ、サディオ・マネ。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ファビーニョがボールを失いました。リバプールにチャンスが来ました。ディフェンダーがここで食い止める。ロベルト・フィルミーニョ、インターセプトでチームを救いました。マネ、このまま行きたい。サディオ・マネ、ファビーニョにリターン。まずは1点返したい。タックルでボールを取り返した。ロバートソンに渡った。ボールはサラーへ。リバプールがボールを失いました。リバプールパスをつなげない。サディオ・マネ。さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。味方を使うでしょうか。マネ、今日の試合ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。まずはパスを回して隙を狙います。サディオ・マネ、サディオ・マネ。ここはコーナーキックになりました。ゴール前に入れた。ボールをクリアしました。再びキッカーがコーナーに向かいます。コーナーからエリア内へ。ジョッタ、これはポストに弾かれたか。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対0。ゲームはハーフタイムに。さあ後半です。リバプールは追いつけるでしょうか。サディオ・マネ、ディオゴ・ジョッタ。リバプールがボールを失いました。サディオ・マネ、カウンターも狙えます。ジョッタ、リバプールのアドバンテージを見ています。ジョッタ、マネー渡る。これは狙います。キャッチできません。ボールがこぼれた。チアゴがボールをキープできません。ロベルト・フィルミーノ、フィルミーノに渡った。サイドに展開します。うまく攻めていたように見えたんですが、ディフェンスに攻撃を止められました。サラーのパスはカットされました。ファビーニョ、ボールはファビーニョへ。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ロベルト・フィルミーノ、ジョッタ、フィルミーノに渡った。
サビーニョ、パスをサイドに送ります。トレント・アレクサンダー・アーノルド、ボールはワイナルドムへ。ヘオルヒニオ・ワイナルドム、ジョッタ、ジョッタ、ディオゴ・ジョッタ、ゴール。リプレイを見てみましょうか。パスを回してチャンスを待っていたんですね。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。ティアゴ・アルカンタラ、チアゴに渡った。アルカンタラ、ロベルト・フィルミーノ、ボールはファビーニョへ、ボールはロバートソンへ。サイドへパスを出します。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。ここはボールを戻します。クロスを出せるか、ロベルト・フィルミーニョ。ここでチアゴ、見事なセーブでゴールを死守。このチャンスは決めてほしかったですね。少し焦りが出たんでしょうか。ロベルト・フィルミーノ、サディオ・マネ、さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、サポートの選手がいます。ボールはロバートソンへ。今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。ボールが足につきません。ルーズボールだ。福西さん、スコアを見れば明らかなようにこの試合チームはかなり厳しい状況に追い込まれていますね。はい、ここまで低調なリバプールも珍しいです。今後に影響がないといいんですけどね。モハメド・サラ、スペースがある。パスをカットされたのはモハメド・サラ。アドバンテージが取られています。リバプール、しっかり見えています。まだボールは生きています。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。ロバートソン、チアゴ、リバプールがボールを失いました。ここでホイッスル。アウェーチームは無念の敗北を喫しました。こういう負け方は悔しいものですが。Let go of the nonsense, all that you hear, oh yes, you know that, the echoes in your ear, yeah, let go of the nonsense, all that you hear, yes, you know.
今日の舞台はイングランドリバプールに位置するアンフィールド。天気は晴れ、最高のピッチコンディションとなりました。実況は私西岡明彦、解説席には最高のボランチとも評される福西崇史さんをお迎えしました。リバプールがリバプールと戦います。チームにとっては何としても勝ちたい一戦になりましたね。ここで勝ち点3を手にすれば相手に追いつくことが可能です。とにかくこれ以上突き放されるとまずいので、最悪でも引き分けに持ち込んでおきたいですね。裏へ通った、またもピンチか。ぶつかり合っています。ファビーニョのパスミスでしょうか。ゴールの予感のある形になってきました。リバプール相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。アルカンタラ、サラーに渡った。注目のサディオ・マネ、ボールタッチが非常に実践的なんですよ。技術の使いどころを知っています。ボールがフリーになりました。前を見たい。ピンチをタックルでしのいだ。リバプールパスをつなげない。ロベルト・フィルミーノ、ボールはフィルミーノへ、ボールはチアゴへ。素晴らしいタックルです。ロベルト・フィルミーノ、リバプールにチャンスが来ました。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、ジョッタ、モハメド・サラー、オフサイドラインを越えてしまっていました。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。ドリブルで相手を揺さぶります。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、ファビーニョ、
チャンスを伺っています。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、ここは2人で回します。勝ち越しゴール来るか。アリソンのセーブ、まだインプレーです。リバプールがボールを失いました。さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け均衡を破りたいところ。サディオ・マネー、ゴール決まった。見事なゴールは先制点だ。今日の試合、待望の初ゴールが決まりましたね。そうですね、このゴールをきっかけとして試合を動かしてもらいたいですね。ロバートソン、ファリーニョ、ディオゴ・ジョッタ。リバプールパスをつなげない。サディオ・マネ、ディオゴ・ジョッタ、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。モハメド・サラ、マネにチャンスです。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。ショートコーナーを使います。ロベルト・フィルミーノ、フィルミーノに渡った。ジョッタ、これは狙えます。おっと、これでリバプールが2点のリード。ビルヒル・ファンダイク、チアゴに渡った。モハメド・サラ、ボールへの寄せが非常に速い。ボールはサラへ、サラーに渡った。ファリーニョ、ディオゴ・ジョッタ、いいプレスです。ボールを奪いました。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。後半戦キックオフ、リバプールリードで折り返しです。モハメド・サラ、ボールがこぼれました。フリーキックです。リバプールです。間を置かず再開します。マネ、シュートのコースを読んでいましたね。サディオ・マネ、さあどうだ。いい位置でカットした。アドバンテージが取られています。リバプール、カウンターアタックに入るか。いいところに出た。チャンスを生かすことができるか。素早い攻撃から素晴らしいゴールです。相手は常にカウンターを警戒しておくべきでしたね。うまく引き込まれてしまいました。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そしてサラーのこのフィニッシュ、キーパーの位置を見てニアサイドを狙ってきました。
ファビーニョからのパスは通りません。ディオゴ・ジョッタ、テクニックを、さあゴールを狙いに行く、決まった。キーパーはどこにいたんでしょうか。リプレイを見てみましょう。全てはこの突破から始まりました。そしてキーパーをかわして確実にフィニッシュしました。本当に冷静でしたね。ゴメス、ビルヒル・ファンダイク、ディオゴ・ジョッタ、ファビーニョ、来たか。ディフェンダーがブロックします。あー、これは惜しい、オフサイドです。さあリバプール、ここから危険な形を作れますか。トレント・アレクサンダー・アーノルド、ファビーニョ、着実なビルドアップからチャンスを狙います。ここを起点にできるか。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。慎重にボールを動かしています。この選手が視点となってパスを回しています。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。ワイナルドゥム、ボールを奪い返しました。ロベルト・フィルミーノ、カウンターのチャンスが巡ってきた。よく見えています。大きなチャンスとはなりませんでした。ロベルト・フィルミーノ、ジョッタ、これはチャンス。またもピンチか。ペナルティエリアの中であれだけ相手に持たせてしまえば、こういう結果になるのも当然ですよね。ディフェンダー同士の意思の疎通ができていないように見えました。こういうところを直していかないと、また同じようにやられてしまうと思います。ファビーニョのパスミスでしょうか。しっかり見えています。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。ゴメス、ここまでは試合前の予想に反して一方的な試合内容になっています。はい、チームの実力差はないと思うのですが、結果的にそうなっていますね。ファビーニョだ。フィルミーノが持ちます。フィルミーノに戻る。ファビーニョ、ディオゴ・ジョッタ、チアゴ、フィルミーノへ。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。さすがにここから逆転というのは難しいでしょうから、あとはもう次につなげるための戦いという部分になるでしょうか。ロバートソンに渡った。カットしたのはファビーニョ。カウンターのチャンス、仕留められるか。さあ決められるか。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ここでホイッスルです。残念ながらチームはこの試合に敗北してしまいました。
Stays twisted. I'm the prototype of an outcast on my Jackson. Ain't seen my missus. Been on my jacks. And I see my rose. It's a shame the way the saying goes that you're in bad company when you're alone. While I'ma pull up every memory on my English rose. While the sky turns blue so further, I'll get lost in your Nyla. There's no need to be cryptic, addicted to missing a point. Cause I know that I'm better. I'm better. When you're there beside me. Side me, side me, side me, side. Dust from the dashboard. Pink sky, wildlife, fiasco. But it's been a pain. I just wanna hold your hand. It's been a minute, wishing I could understand. It's been a pain. I just wanna hold your hand. It's been a minute, wishing I could understand. That I gave up. When was the last time? Didn't me. When was the last time? I was so busy. When was the last time? I didn't chase the clock. When was the last time? That I felt a lot. When was the last time? Made that free on the truck. When was the last time? Stand that I held your hand. It's been a pain. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could understand. It's been a pain. I just wanna hold your hand. How do you look like that? How you look like that? How do you look like that? Huh? This one never knew.激闘前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。エティアドスタジアムへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはディビジョンライバルズの一戦。これは歴史に残る試合になりそうですね。なかなかいいカードになりましたね。それぞれ戦略があるでしょうが、それがうまくはまるかどうか、キックオフから見ていきましょう。モハメド・サラー、ボールがこぼれる。この選手がモドリッチです。ボールはスアレスへ。ここで攻撃を止めます。サイドが空いています。スルーパスを通しません。これはチームを救うプレーでしょう。さあついにデビュー戦です。福西さんはこの選手の何に期待していますか？評価は分かれるところですが、個人的には中盤で違いを生み出せる選手だと思っています。今日の試合でも攻守にわたって活躍を見せてくれるのではないでしょうか。パスが通りません。いい位置です。リンガード、さあどこから攻めるでしょうか。コーナーキックの判定です。ボールはゴール前へ。キーパーがコーナーをパンチング。ジェシー・リンガード、
クリーンなタックル、ボールを奪いました。ここでインターセプト、トルガン・アザール、ファフェルツ、シュートは入るか。このシュートはクロスバーを越えました。狙いは最高です。キーパーの痛いミス、リカバーできるでしょうか。ドドリゴ、見事なパスカットです。トルガン・アザール、相手の裏を狙うロングパス、ボールを外に出しました。コーナーです。中に入れた。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。リンガード、勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。スアレスのところに行きました。ボールは相手に渡ります。エンゴロカンテ、バイパース、ボールを奪われました。これはスローインになります。相手が寄せてきます。バイパーズがボールを奪いました。判定はフリーキックです。直接狙うんでしょうか。かなり距離がありますが、ボールはキーパーに収まってプレーが落ち着きます。カラスコ、これは強い。ボールをしっかりキープ。パスをサイドに送ります。エンゴロカンテ、ラファエル・バナーニ、トルガン・アザール、しっかり見えています。いい感じで攻めていましたが残念。何を狙うのか。ファフェルツ、リンガード、シュートのコースを読んでいましたね。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。チャンスにできるか。ボールはアザールへ。トルガン・アザール、ファフェルツ、走り込んだ味方にスルーパス。スアレスのオフサイドです。カンテ、カイ・ハフェルツ、どこまでドリブルするのでしょうか。これはカウンターのチャンスです。スアレスへ、カラスコへ、守備への切り替えが早い。ここで止めます。相手に渡ります。カラスコ、ここでスアレス、ディフェンスが冷静に対応。チェックを警戒しました。しっかりとクリアしています。このボールはタッチを割ります。スローインです。。ジョルディ・アルバ、フラッグが